おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いします。今日は4月の17日水曜日です。お題がこちら。日経大幅安、押し目か、続落かということで話をしていきたいと思います。日経平均が700円以上の大幅安で、一目均衡表の雲の中まで入って、 で、きましたでここが押し目買いの後期なのか、それとも続落をするポイントなのか、押し目がい結構入っていそうなんですけどもね、まあ、そんなところもデータで確認を取らせてください。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7時目標で更新をしています。なるべく耳だけで聞いてもわかるような形で、なるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきます。毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは早速、昨日の振り返り まずは日本株なんですけれども3指数揃って下落となりましたしそれぞれ大きく下げております日経均株価が761.6円の下落になっておりましてトピックスグロース250指数ともに2%を超える下落日経均値下がり銘柄数もとても多く収力株半導体株の下落が目立っていますまた業種別で上昇しているセクターは2業種のみということですから全面的に下げていたことがよくわかるかと思います アメリカ株チェックしていきましょう3時28分時点ですが高安まちまちの展開ですダウは若干のプラスですがナスダック S&P は小幅な下落です後ほど終わ値でもう一度確認していきましょう欧州株に関しましてはまた時間帯がちょっとずれていますが下げている指数が多いように感じています業種別のヒートマップをチェックしていきましょう上げている業種で見ますと情報技術ヘルスケア保険コンピューター以外が全て下落しているという形になりますどちらかというと赤がやっぱり目立つかなといったところ ところなんですが一部の寄与度の大きいユナイテッドヘルス等の銘柄が上がっているというところがダウがプラスになっている要因かなというふうには思います一方ナスタック100で見ますと半々ぐらいかなといったところですが影響度大きいところでいくとアップルやテスラの影響が大きいようですね日経金先物の3時22分では51円の下落となっておりますドル円は154円の67銭原油は85.23ビックス18.28長期金利4 664。 ラッセル小幅安ソックス小幅高で日経平均先物は小幅安という形になっております暗号差に関しましては今日も下げているものが多いように感じていますそれでは見ていきましょう日経平均大幅安で雲の中へ押し目買い入ってはいるがということで話をしていきたいと思いますまずはいつも通りアメリカ株が始まった後の日経新聞を確認させてくださいダウが反発で始まった理由はユナイテッドヘルスが大幅高ということで決算発表をした銘柄に買いが入っていることが相場を を支えていいるととうことですよねナイテッド・内定とヘルスに関しましても市場予想を上回る決算で大幅高となっておりニューヨークダウンにおける指数ウェイトがとても高いのでダウンはプラスになりやすかったのかなと思いますその反面長期金利の上昇が続いていることが株式相場の重荷になっていたり要人発言ですよね高波的な発言が多く見られることが、まあ、金利が上がりやすい一方で大きく下げていたところからおしめ買いも入りやすいそういったところから高安まちまちの展開になっているのかなというふうに思います 昨晩発表されました経済指標を確認していきます注目をしたいのは住宅着工件数前月比これが予想と大きくずれているマイナス2.4%予想でマイナス14.7%これちょっと大丈夫かと不安になったんですけどもブルームバーグの見出しを見ますとアメリカ住宅着工件数8月来の低水準一戸建て3年ぶり大幅減ということですよね 金利が高水準で張り付いていて住宅需要が一服し建設業者も慎重になっているということではあるんですがそんなに重要度が高くないからでしょうか株価はそんなに反応しなかったかなというふうには思っておりますそしてパウエル FRB 議長の発言の機会がありこれは重要度が高いと言われますがタカ派的な発言が3つほどニュースでは確認取れましたとはいえこの発言内容っていうのは比較的目にしたことのある内容だったんじゃないかなというふうには思います 以降で大きくブレる場面は何度かあり上下しているんですけども水準的には変わらず推移をしているということです後ほどアメリカ株の終値もう一度確認させてくださいねそれよりも気になっているのは昨日の日本株の動き以降の日本株どうなるかというところかなというふうに思っています日経平均株価は761.6円の下落1.94%ここ最近で見るとかなり大きな下落と言えるのかなと思いますここ数日間との違いで考えますと売買代金に一つ違い が出ました。日経レバレッジ ETF が売買代金トップになっていたんですね。4月入ってからレーザーテックやソシオネクストが1位、レバレッジ ETF が1位になることは1回もなかったんですけども、昨日は1位でした。どうしてかなっていうふうに考えると押し目買いが入りやすいのかなというところで、こちらは日々更新されます信用取引データの一部ですね。日商金残というものを確認すると、融資信用買いの新規の注文、つまり信用改善が増えたということがわかります。えこれはですね。 やっぱ押おしめ買いが入ったんだろうなおしめ買いが入ったから売買代金も盛り上がって1位になったんだろうなというふうには思いますで昨日は火曜日第2営業日ということで毎週更新されていきます信用算データこれは信用取引の全てのデータですねちょっと古いデータにはなるんですがこれを確認していました最新のデータの動きというよりはですねその前の週4月第1週の改ざんっていうのがちょっと数値が多くて気になったんですねこの週どんな感じだったかなというふうに思いまして赤い枠で囲って 取ってみましたガクガクガクっと4月入ってから下がっていく場面ですよねこの期間中にレバレッジ ETF をおしめ買いした人は結構いたんだなということが分かりますそして昨日も結構いたんだなということが想像されますけども昨日は陰線をつけて大幅安をしていますので、まあ、この間ね日経平均レバレッジ ETF をおしめ買いした人はーンになっている状態なんだろうなというふうに思います仮に今日以降もですね下落が続いていくようだとちょっと耐えきれず売ってしまう損切りしてしまうっていう人が売りが売りを呼ぶ点 展開というのも起こりうるというところは押さえておいた方がいいかなというふうに思いますまた昨日の相場の特徴としましてやっぱり半導体愛みたいなのがすごく強いなというふうに思いますよね2345が全て半導体企業ということにはなっておりますでその中でもね4月躍動が目立っていたソシオネクスト一部紹介できればなというふうに思うんですが日経レバレッジ ETF とは逆の展開になっていまして4月第1週に改ざんが激減していて4月第2週にまた改ざんが増えているという 状況でしたソシオネクストの冷やしチャートで改ざんが減ったタイミングっていうのはグッと上がっていったタイミングで第2週目もグッと上がっていったんですよね。でもここで買い向かっているっていう形だったんですね。そしてガクガクがクっと下がっているっていうことですからここまでは良かったんですけども逆光高してるソシオネクストこれはいけるぞという買いが入って下がってしまったところはなんかソシオネクスト持ってる人もしんどいところなのかななんていうふうに想像していました。こちらは為替介入なんかも警戒されているんですけども日経平均株価 とドル円チャートを比較しているものになってますローソク足が日経平均で折れ線グラフがドル円という形になっています下にはドル円と日経平均株価の相関係数を表しておりましてずっと正の相関つまり円安イコール株高っていう状態が続いていたんですけども足元では円安になってるのに株安が続いているので完全に負の相関になってきてるんですねもうちょっと読みにくくなってるっていうのはね正直なところかなというふうに思いますしここまで来ると介入の警戒もあるし円安による輸入物価への 警戒もあるしちょっとね、話が変わってきちゃってるなっていうふうには思います。そしてさらにですね、1ドル160円に備える為替トレーダー介入リスクお構いなしなんていうニュースも昨日見かけました。JP モルガンやバンクオブアメリカは一段の円安の可能性を指摘しているそうなので、まあ介入が入っても一時的じゃないかとか、介入は実際には入れられないんじゃないかとか、なんかそういう話もあったりしますね。で、その中で日経平均株価冷やしチャートを見てみますと、まあもちろんおしめ買いが入っていることもさることながら、 早早めめにに反発をしししてて上昇ほい最高値更新してほしいという気持ちはあるんですがこのシンプルにチャートだけを見るならば少し調整が長引く可能性の方が高いんじゃないかなというふうには思ってしまいます先物の値4時え3時54分まで進めてみますとプラスの103円ということで上昇して始まりそうではあるんですが雲の上限のの値は 38, 円とここに届かないんですよね雲の中から始まると雲の上限が抵抗してしまう可能性の方が高い 高いと思いますので、まあその場合には雲の下限程度までの調整っていうのは一応考えておいた方がいいかなと思います。で、できれば遅行スパンが株価を超えてくるっていうのは開催なので早めに確認取りたいんですけども、この多規格対象となるローソク足の終わり値は38、797円なんですね。まあ、この辺を今日ザラ場で超えてくると、結構日経平均株価は強いぞと押し目買いした人も含み、益に変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、この辺ちょっと一つ基準として見ておいていただきたいなと思います。 また雲の加減まで調整が入ってくるっていうところを考えますとやっぱりこのチャンネルも意識したいところかなと思います数日前にこのチャンネルの解説をさせていただいた動画もありますのでよかったらそちらもご覧になってみていただきたいんですけども上昇トレンドラインをコロナショック以降で引いているそれに対してその期間中の高値でチャンネルを引いていますそのチャンネルの上限っていうのが上値抵抗になって今回下がり始めているチャンネルのセンターライン付近まで抵抗が入ってもおかしくはないというふうに思います 思いますので、まあ、そういったチャンネルもちょっと意識しつつ上値抵抗を意識されやすい展開の中で下の節目の位置を確認するともうちょっと調整が長引いてもおかしくはないテクニカル上ではその確率の方が高いように思いますがファンダメンタルズも含めてね地政学リスクなんかも含めてニュースをしっかりと確認とって株価動向も見ていきたいなと思っていますということで今日の動画のまとめです米株まちまち決算銘柄上上上昇昇もも金利ののでで値重たたたいいという形でした気になったのは住宅着工件数の 下れ予想とのブレですね。えー、ですが、そんなに大きな影響はありませんでした。パウエルさんの発言に関しましても、大きなサプライズはなかったのかなというふうには感じております。昨日の日経平均株価700円超の下落で、比較的大きな下落になりました。レバレッジ ETF が売買代金1位になったのは最近との違いです。おしめ買いが多数入ったことが日照金山からも可能性としては高いというふうには思いますし、えー、過去の信用算データを見ると、4月第1週にも改ざんが急増していたんですよね。 まあそこを考えますと、それで買った人たちはほぼ全員今、含み損の状態になっているというところなんで、これ以上下がると、また需給が一段と悪化してしまう可能性が高いかなというふうには思いました。そして、売買代金ランキングを見るとですね、半導体愛がとても強いんだなと、半導体への信頼度がとても高いんだなというふうに思います。もちろん長期的な業績がこれによって崩れるということはあんまりないとは思うんですけども、需給的には今日以降の動きにぜひご注目いただきたいなというふうに思います。で先ものはですね雲を 超える値を示していないんですよねだから抵抗があるっていう風うに考える と、やっぱ、調整が深く、長くなる可能性の方が、今のところは高い。テクニカル上はそう思うので、ファンダメンタルズと含めて、チャートのサインなんかも日々追っていきたいな、というふうには思います。それでは、指数の売買戦略、冷やしの一目金衡表プラス rsi を使ってみていきます。それでは、アメリカ株の終わりに、ね、確認していきましょう。結果的には、高安まちまちの展開ですね。ダグがプラスで、ナスタックやサンドピーはわずかなマイナスで終わってしまった。でも、ナスタック百はプラスだったという感じでございます。日経金先物は三十三円のプラス。ちょっと。 少ないなーって感じがしますかね。為替は154円の67,000円進んでますね。 ビックスが18.4でラッセル小幅安ソックスは小幅高という形でございますではチャート見ていきましょうさっき RSI と言ったんですけどもやっぱり気分が変わりました MacD に変えてみていきたいと思いますよろしくお願いします昨日の日経平均株価なんですけども雲の中に入ってしまって解説した通りですが雲を超えてくればいいんですけども雲の上限自体が抵抗になるリスクが今のところは高いのかなというふうに思っていますその先の抵抗としましてトレンドラインとかね基準線転換線なんかも戻りの目安限界な っていう風に言われますのでそこを意識して見ていきたいと思います下のマック D もちろん下向きなんですけども昨日でゼロラインを割れているんですねこれも一つの売りサインかなという風に思いますのでちょっと警戒度を高めてみていった方がいいと思いますトピックス見ていきますトピックスに関しましては陰線をつけ転換線基準線を割り込んでいるという状態です今のところまだ地高スパンが株価を割れるというサインは出ていないんですがそれを割れるとおそらく雲の中に入ってくる感じになると思いますそしてマック D がゼロラインに今近づいているところなのでゼロライン割れ てくるとままたた一段ととと状状況況はは悪化すす。るるいいいいいいうううに見、見、えー、そししてててててて上のの抵抗っっを超えくくれば状況は改善してくるっていう感じで見ていきたいと思いますグロース250指数ですが、もうこれはね、ただ開いた口が塞がらないっていう <laughs> そんな感じの分析になるのかなと思います。年初来安値を更新しているっていう状況ですし、前回安値とほぼほぼ同じ水準、この辺でそろそろ切り返してくれないといつあなたは蘇るんですかとしか言いようがないようなそんな状況でございます。ニューヨークダウン見ていきましょう。ニューヨークダウンは今日も陰線ですね。プラスではある んですけども決して強いとは言い切れないというふうに思いますマック D もね0ライン割れてからもずっとこう下の方を向いたまんまですよねせめてこの辺の向きが変わってくると反発の兆しが見られるかなといったところでその後にですね雲をちゃんと超えてくるような動きが見られるかどうかにまずは注目していきたいと思いますサンド S&P500 なんですが結果的にマイナス昨日雲の中に入って今日は雲が上値抵抗として機能しているようにも見えますよねそして日経平均株価同様にマック D ーが0ライン割れてるんですね なんかもう考えれば考えるほどちょっとまだね調整続くんじゃないかなって感じがしますよねナスタックに関しましても0.12%の下落で S&P500 同様に雲の中に入った後の翌日も下げてしまったという形ですねまクリがちょうどこれゼロラインを割れているっていうのもですねあんまりいいサインとはやっぱり言えないですよねラッセル2000ですが要線はつけてはいるんですがマイナスの0.42%という形になっており雲を割れた後も下落が続いているという形になってます雲割れは三役 逆転の直後ですので、まあ、早めに戻ってほしいですけどもまだちょっとやっぱ厳しいのかなっていう感覚が残りますはいということで今日はですね日経平均株価が大きく下げてしまいその間押し目買いがおそらく入っているとは思うし4月第1週にも改ざんが増えてはいるんですけども残念ながら昨日陰線をつけて大幅安してるところから、えー、含み損の人がとても多いんじゃないかっていうところですねこのまま下がると売りが売りを呼ぶ展開にもなりえますのでちょっと警戒度を高めて見ていきたいところではありますけどもなんか 早めに戻ってほしいですけどもねチャートはちょっと厳しそうな感覚が残るチャートであるというところはやはり押さえておいてくださいよろしくお願いします それでは今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄を男とも分析するマガジンなんですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしています。最新記事は日商金という風になっておりまして、今日もね、出てきましたよね。どういう会社なのかっていうのは無料の記事の部分でも見れますので、よかったらね、ノートの URL をぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。月額900円、初月は無料、概要欄に載っております。また、 また、6月7日金曜日、東京池袋にてセミナーを行います。ガチ速ファイヤー、半自動で増える家計システム実践講座ということで、この書籍の中に載っている家計パートのシステムの実践という形になっておりますので、もしよろしければ参加費2000円で参加できますので、19時から予定合いそうな方は、ぜひご参加いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタンと、また明日以降もこのような形で、朝7時目標で更新をしていきます。明日も聞いていただける方は、ぜひチャンネル登録 チャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら